ステファン・ギルモアはサウスカロライナ州ロックヒル出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のニューイングランドペートリオッツに所属している。ポジションはコーナーバック。高校時代はクォーターバックとディフェンシブバックでプレーした。最終学年には1331ヤードを走って 23td。パスで1771ヤードを投げて14。 td を挙げて、州のファーストチームに選ばれるとともに、パレード市と EA スポーツから、オールアメリカに選ばれた。ライバルズ .com からは、サウスカロライナ州の選手中にくらい、4つ星に評価された。サウスカロライナ大学、アラバマ大学、テネシー大学、クレムゾン大学から、リクルーティングされた、彼は、サウスカロライナ大学に進学した。 2008年12月に高校を早期卒業した彼は2009年1月に大学へ入学、春の練習に参加。1年時の2009年には全13試合に出場し、52タックル、3サックを挙げてカレッジフットボールニュースからサウスイースタンカンファレンスのフレッシュマンウォールチームに選ばれた。2年時の2010年には全14試合で、 右コーナーバックとして先発出場し、79タックル、3サック、3インターセプト、1ファンブルフォース、1ファンブルリカバーを挙げて、NFL ドラフトレポートからオールアメリカンセカンドチームに、AP 通信からオールアメリカンサードチームに選ばれた。チックフィル、A ボールでは、アルション・ジェフリーへ29ヤードの TD パスを成功させた。 三年時の2011年には、全13試合に先発出場し、46タックル、5サック、4インターセプト、1ファンブルフォース、1ファンブルリカバーを挙げて、サウスイースタンカンファレンスのファーストチームに選ばれると、共に NFL ドラフトレポートから、オールアメリカンファーストチームに選ばれた。大学3年間で40試合に先発出場し、181タックル、7サック、 8インターセプト、4ファンブルフォース、4ファンブルリカバーを挙げた。2012年の NFL ドラフトでは、サウスカロライナ大学のディフェンシブバックとしては、2004年にデュンタ・ロビンソンが指名されて、以来最も早い一順全体10位で、バッファロー・ビルズに指名された。またこの年のドラフトで、ダラス・カウ・ボーイズが指名したモリス・クレイボーンに続いて2人目に、指名された、コーナーバックであった。 ドラフト前に、ルーカス・オイル・スタジアムで行われた、NFL スカウティング・コンバインでは、40ヤード走で4秒、40、20ヤードシャトルで3秒94を出した。2012年5月17日、4年1210万ドルで、ビルズと契約を結んだ。同年全16試合に先発出場し、61、タックル、12月9日のセントルイスラムズ戦では、 インターセプトを挙げた。2013年4月3日、背番号を27から24に変えた。プレシーズンゲーム第3週のワシントンレッドスキンズ戦で手首を骨折し、6週間から8週間離脱することとなった。2017年3月9日、ギルモアはニューイングランドペイトリオッツと5年契約を結んだ。ありがとうございます。